皆さんこんにちは、プロレーサーそしてテストライダーの丸山ひろしです。はい、MSTV チャレンジ女子アナ2期生のコタリちゃんこと高梨レイラです。はい、今回紹介するのははい、ハスクバーナーモーターサイクルズさんからスバルトピレン701をご紹介していきたいと思います。はい、意表をついたデザイン、はい、そしてねちょっと特徴的なここのね、うん、なんかゼッケンプレートみたいな雰囲気、はい、唯一ありますけどね、うんうん、今日はこいつに乗ってみる、はい、私もね、うん、またがったことあるんだけど、うん、乗るのはやっぱ初めて、はい、またがっちゃう早い早い今日時間ないからねはい、確かに足つきね、つま先ギリギリ前に乗った250、うんうん、スバルトピエン250よりも、はい、起こした時のサスの沈み込みが少ない分、うんうんうん、ちょっと足つきがつま先ギリギリ腹までつかない。そうです、シート高は一緒ですもんね、うん、同じ835ミリですもんね、はい、でシートがね意外とちょっと、うん、横のエラが張ってるのであ、まあ、こうやって足を置いた時には楽なんだけど、うんうん、足つこうとするとちょっとエラが当たるんですね、うんうん、でステアリング位置はねちょっと大きめになったんで本当にそのまま手を伸ばしたらあるぐらい、はい、お確かに、うん、250よりもちょっと大きめ、はい、でもあの250の親分って感じでね、うん、同じブロックタイヤ履いてるし、うんうんうん、でさあ小鳥ちゃんもちょっとまたがってみますか。はい、またがります。はい、つくかな。さっき250で結構ギリギリだったじゃないですか、はい、あ確かに重い、こっちの方がそりゃそうだ、そりゃそうだ、重いし、これはねつかないですね、160センチの私では、うん、乗れそう。あんま走ることは可能だと思います、はい、ただはい、つきませんでしたはい、いいですよ。さす確かに硬さは結構、うん、何大型ならではの硬さは感じます。そうだよね、はい、じゃあスペックちょっと紹介してください。はい、エンジンは水冷 SOHC4 バルブ単気筒、うん、SOHC なのね、はい、はい、で、総排気量が 692.7cc、はい、で、最高出力は75馬力の8500回転です、うん、75馬力ね、うん、そこそこねありますね、はい、でもシングルなんでね、うん、はい、そして最大トルクは72ニュートンメーターの6750回転、うん、はい、でシート高は先ほど言ったように835ミリとなっております、ね、サスペンションのもうちょっと沈み込めば ね、はい、ね、はい、で車両重量こちら燃料を除いた、重量で161キロとなっております。そこは軽いね、はい、160キロ台なんだ、うん、大型で、はい、700cc、ね、まあ、690-700cc クラスで、はい、この重さは結構レアですよね、はい、珍しいですね。そして、はい、価格が、127万5000円となっております。127万5000円か、うん、まあ、100万を超えてね、はい、シングルのスポーツで、うん、まあ、690cc ということで、ね、701っていう表記ですが、はい、そんな形で、さらにこのタンデム部分が、はい、今回はね250はねだいぶ偉かったんだけど、これはねなんかタンデム本当いいのかな。でも我々はタンデムで、はい、まあ行ってきましょう。行きますね、ね、ということでね、どんな人におすすめか、はい、まずは乗ってみましょう。行ってきます。それでは乗りたいと思います。はい、タンデムステップ、ちょっと硬いシート行きますよ。お硬い、やっぱり行きますよ、硬い。それでは、はい、どうぞ。どうでした？出た。この電気でよ。足回りしっかりしてるし、かっちりしてるし、トラクションコントロールついてる。なかなかね、電気でしょ。
それでは、はい、行ってきました。乗ってきました、スバルトピレンの701、はい、その前に、うん、250乗ったじゃないですか、はい、我々は250から先に乗ってるんで、うんうん、これをちょっと見るとね、はい、ちょっとだけいろいろ違うところがある、うん、まずね、リアシート、リアシートは結構違いました。違いましたね。でも俺ね、うん、全然乗る気がしないと思ったら、はい、この形なんだけど、はい、意外と座りは良かった。あ、フィットは良かった、ね、うん、あの、なんだろう、ね、これ人を寄せ付けないシートかと思ったら、うん、乗ってみると意外とね、ちゃんと丸みがあったよ、これね、はい、このシートね、うん、はい、そしてあとはね、うん、このシート、はい、ちょっとしかないのにね、はい、持つとこないし、あ、そうですよね、うん、だからね、完璧に、あの、なんていうか、前の人に、前の人に捕まるっていう形ね、はい、そしてね、スポークホイールでした、うんうんうん、今回250はキャストホイールなんだけど、はい、これはスポークホイール使ってんだよね。そうだ、400と、うん、はい、700はスポークホイール、そう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 、はい、で、ブロックタイヤを同じように履いている感じですね、はい、はい、こんなところがね、だいぶ違ったんだけど、うんうん、そして太いエキゾーストパイプ、太いね、ね、太いエキゾーストパイプと、まあ、このマフラーのね、このデザイン感、はい、見てよ、この雰囲気、なんでこれだけこのフラットトラッカーみたいなゼッケンプレートみたいになってんだろう ね、はい、走りの味どうでした？あ、やっぱりなんか排気量上がってるので、うん、コア感は、まあ、短気筒なんですけど、はい、こうすごく下でも感じます、ね、うん、私としてはね、はい、もちろん元気のいい、うん、700cc690 のシングルスポーツですが、はい、そこにサスペンションの調整ついてるでしょ。あ、本当だ、 そう、はい、そして、ね、トラクションコントロールついてるんですよ、うんうんうん、でバコーンって開けて、はい、ちょっとでも有利するのかなと思ったら、ちゃんとトラコンが効いてるんで、うん、なんかやろうとしてましたよね。そうそう、元気はいいけれどもちゃんとコントロールされてるというですね、安全安心に走れる、はい、シングル、ビッグシングルスポーツ、ビッグシングルスポーツですよ、はい、そんな形でね、うん、どんな人におすすめでしょうか。どんな人、うん、変わった人かわいいよ、それでいいと思うよ。変わった人、あの近くにいるね、変わった人がね、はい、いますね、そんな人がすごい好んで乗ってますけど、はい、まさしくあの変わった人にね、ちょっと乗ってほしいな、うん、はい、だけど実際乗ってみたフィーリングとしては普通にバイク、うん、はい、普通にバイクだよね、シングルスポーツ、うん、ビッグシングルスポーツバイクで、このね、ちょっと平たくて足を下ろした時に、はい、ここのエッジにちょっと当たるんだけど、ね、でも乗ってしまえば分かんないもんね。あ、乗っちゃえば本当に、そう、こうスッと落とした時はちょっと当たるなっていう、それぐらいですかね、はい、はい、ということで、価格の方もう一度言ってください。はい、こちらスバルトピレン701、価格は127万5千円となっております。はい、若干シングルスポーツとしてはお高めにやっぱ感じるかもしれないんですけどね、はい、ただやっぱり他にない味を見ているのでね、はい、ぜひそんな方には乗っていただきたい一台です。